Hey guys、 皆さんこんにちは、山 Z です。今回は成田市のおすすめの食堂を5つ紹介したいと思います。ボリューム満点、腹いっぱいになれる食堂から、何を食べても間違いない人気の食堂まで、美味しさとワクワクがあなたを待っています。まず紹介するお店はマグロ工場直営の食堂で、安くて美味しいマグロ丼がいただける王様のマグロ食堂さんになります。お店は成田市天神峰、成田空港から車で10分ほどの距離に位置しており、空港利用時にも立ち寄りやすいロケーションです。周辺には農地や工場が広がる郊外のエリアで、県道44号沿いにマグロと書かれた上りをはためかせています。お店の前には駐車場も完備されており、車でのアクセスも可能です。それでは店内に入ってみましょう。店内は明るく開放的な雰囲気で、窓からは自然光が差し込み、リラックスできる空間が広がっています。店内5割ほどの席が埋まっていて、作業着を着たおじさんグループや近所の老夫婦の姿が見受けられます。時間が経つにつれてお客さんが次々とやってきて、このお店が人気店であることが伺えます。お客さん同士の会話や店員さんの丁寧な接客が、温かみのあるアットホームな雰囲気を醸し出しています。それではメニューを見てみましょう。本マグロの大トロ、中トロ、赤身を贅沢に乗せたマグロ三昧は、その名の通り3種類の本マグロを楽しめる豪華な丼です。たっぷりのマグロを乗せた上マグロ丼は、鮮やかな赤身が目を引きます。さらにシンプルイズベストなマグロ丼、マグロの切り落としを使ったリーズナブルな成田丼が用意されています。下段にはオレンジ色が美しく映えるサーモン尽くしのサーモン丼、サーモンとマグロの切り身、ネギトロを彩り豊かに盛り付けたネギトロ3色丼、マグロの切り身とネギトロを組み合わせたネギトロ2色丼、サーモンの切り身とネギトロを合わせたネギトロサーモン丼がしっかりとスタンバイ。トッピングには卵黄、とろろ、イクラがあり、ライス大盛りは無料サービス実施中とのこと。メニューの裏面にはマグロ、サーモン、白身、卵、エビが贅沢に盛り付けられた海鮮丼や、マグロ、サーモン、白身魚の組み合わせが絶妙な三色丼、二色丼、紅白丼も見逃せません。サーモンとイクラをたっぷり乗せた鮭の親子丼は豪華そのもの。さらにマグロと卵が華やかに舞い踊るマグロ漬け丼やマグロユッケ丼もあり、どれも一度は味わってみたい一品ばかりです。さらにお店の入り口で限定品としておすすめされていた本マグロ中落ち丼は、鮮やかな赤色の中落ちがご飯の上に贅沢に盛り付けられ、本マグロをリーズナブルな価格で味わうことができます。今回注文したのは本マグロ中落ち丼。鮮やかな赤色が目に飛び込み、まるで海の宝石箱を開けたかのようにその美しさが広がる。光沢のある中落ちはまるで海面に反射する夕日のように輝き、しっとりとした質感はその瞬間を永遠に切り取ったかのようだ。それではいただいてみたいと思います。本マグロを口にした瞬間、まるで海の精霊が舌の上で舞い踊るような新鮮さが広がった。本マグロの濃厚な旨味は海の秘密を解き明かすように神秘的で、ご飯との相性は穏やかな波が砂浜に寄せるように自然で心地よい。しっとりとした中落ちがご飯一粒一粒に絡まり、まるで潮風が髪を撫でるかのように優しく包み込む。さらに海苔の香ばしい香りが本マグロの豊かな風味を一層引き立てる。それはまるで海辺の風景が目の前に広がるような感覚を与える。そしてわさびの爽やかな刺激が鼻を抜けるたびに、潮騒の音が耳元でささやくかのような心地よい緊張感が漂う。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は2024年2月にオープンしたボリューム満点の食堂兼お弁当屋、激うまキッチン満腹さんになります。お店は成田市大袋、成田市内からは車で10分ほどです。国道464号を印西方面に進んでいくと、精米所の横に
小屋のような茶色い簡素な建物が佇んでいます。外壁には赤い満腹の看板と、ガラス窓には料理とお弁当の写真が隙間なく貼られ、お店の裏手には砂利敷きの駐車場が用意されています。それでは店内に入ってみましょう。店内に足を踏み入れると、入り口近くのテーブルにはいくつかお弁当が置かれており、すでにお昼12時で空きスペースが目立っています。厨房の近くには木製のカウンター席があり、窓際には落ち着いた座敷の席が用意されています。常連客のおじさんたちは店主と談笑をしながら食事を楽しんでおり、親しみやすい家庭的な雰囲気が店内に満ちています。1枚のラミネートされたシンプルなメニュー表、それではメニューを見てみましょう。定番定食メニューにはカツ丼、親子丼の丼物、ニンニク焼き、生姜焼き、鶏皮ニンニクステーキの焼き物、とんかつ、エビフライ、アジフライ、カキフライの揚げ物、そんな定食屋の定番の料理が並ぶ中、脈略なく突然チーズバーガーが現れます。1日5食から10食の絶品限定メニューは、煮込みハンバーグ、肩ロースチャーシュー、三元豚とんかつ、黄金鶏ラーメン、和牛カルビ、さらに店前の外看板には本日の限定メニューが掲げられています。メニューの注意書きには、メニューのすべてが提供できるわけではないとのことですが、早速隣で注文を試みた男性は、今日はないねと笑顔で断られ、別の料理を頼むも、それもないねと言われる始末。常連客が何ならあるんやと店主にツッコミを入れる中、隣の男性は何を注文すればよいのかと困惑しています。そんなやりとりがこの店の日常風景となっているようです。今回注文したのは本日の限定メニュー、ガーリックハンバーグ定食。カウンター越しに店主から手渡された白い大皿は、その重みで手にじんわりと力が入る。琥珀色のスープの海には表面をキリリと焼き上げたハンバーグが沈み、その上には飴色の玉ねぎがたっぷりと乗せられている。そのボリュームは満腹という店名の期待を裏切らない。それではいただいてみたいと思います。ハンバーグに箸を入れると、熱々の肉汁がじゅわっと広がり、醤油ベースの味付けがされたハンバーグは口に運ぶたびに幸福感を呼び覚ます。ニンニクの風味は控えめで、肉の旨味を引き立てる役割に徹している。一口また一口とお腹は幸せで満たされ、ゆっくりと心地よい時間が流れていく。隣でやっとのことカキフライを頼んだ人の皿に目をやると、まん丸とサクサクとした衣の身が横たわり、その迫力に思わず目を奪われる。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は、食堂のお手本のようなメニューが豊富に揃う町食堂、富沢食堂さんになります。お店は成田市滑川に位置し、成田市内からは車で20分ほどです。県道161号を滑川駅方面に進むと、道路沿いに黒色の落ち着いた平屋の建物が見えてきます。その建物の前には富沢と書かれた看板が柔らかい光を放ちながら佇んでいます。それでは店内に入ってみましょう。店内に入ると木目調の床とテーブルが温かみを感じさせ、壁には様々なポスターやメニューが飾られています。こじんまりとしたカウンター席やテーブル席に加え、障子で仕切られた小上がりの座敷の席もあります。店内に設置されたテレビからは夕方のニュース番組の音声が響き、町の食堂らしいリラックスした家庭的な雰囲気が広がっています。それではメニューを見てみましょう。定食メニューにはお刺身やマグロ納豆といった海鮮系の料理があり、エビフライ、とんかつ、カキフライ、唐揚げ、アジフライなどの揚げ物も揃っています。またメニューの下段にはタレ味と塩味が選べる焼肉、生姜焼き、もつ煮、野菜炒め、レバニラ、そして人気メニューのレバー焼きがラインナップされています。裏面に目をやると、カツ丼、肉丼、親子丼といった丼物やカツカレー、チャーハン、麻婆豆腐が並び、さらにラーメン、焼きそば、うどん、そばの麺類など隙のない食堂のお手本のようなメニューが用意されています。今回注文したのはレバー焼き定食。
厚めにカットされたレバーは表面にこんがりとした焼き色がつき、香ばしさが漂っている。しっかりとした質感が感じられつつ、少しツヤのある仕上がりで、レバーの隣には彩りを添える千切りキャベツとポテトサラダが並んでいる。それではいただいてみたいと思います。レバーを口に含むと、まず香ばしい香りが鼻をくすぐり、次に心地よい弾力が歯に伝わる。しばらくするとレバー特有の濃厚な風味が広がり、まるで深い森の中で風が木々の間をすり抜けるように、豊かな香りが口内を満たす。その風味は決して強引ではなく、むしろ奥深さとともに心地よい余韻を残す。レバーの表面に振られた塩は、まるで白い星々が夜空に輝くように、その輝きで想像力という縛りを一瞬にして抜け出す。噛むたびに塩の粒がパリリと弾け、その瞬間大盛りのご飯が出番を待っていたかのように、レバーの風味を優しく包み込む。塩の鋭さを和らげながら調和の取れた一口を生み出し、レバーとご飯、二つの異なる世界が見事に一つに溶け合う瞬間がここにある。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は、手頃でお得な定食がいただける和定食船越さんになります。視聴者さんからは、小学生の頃、富里市日吉台に船越という和定食屋さんでワカサギフライ定食を食べた記憶がある。40年前のことだが、 Google で調べたら今も営業している、懐かしいとのコメントをいただきました。お店は富里市日吉台、日吉台中央公園にほど近い閑静な住宅街にひっそりと佇み、視聴者さんからのコメントがなければおそらく気がつかなかっただろうロケーション。成田駅からは車で10分ほど。お店の隣に砂利敷きの駐車場が用意されています。それでは店内に入ってみましょう。陽光が穏やかに店内を照らし、時の流れを緩やかに感じさせる空間が広がっています。木のぬくもりを感じる年輪を刻んだテーブル席が並び、和の趣ある畳の座敷も備えられており、どこか懐かしさを誘います。今回は日曜日の12時30分頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、近所からやってきたようなおじいさん1名と、店主と親しげに話すおばあちゃんたちが穏やかな昼下がりを楽しんでいます。それではメニューを見てみましょう。コルクボードにはお得なセットメニューが並んでいて、A. ミニヒレカツ丼、 B. ミニ親子丼、 C. ミニカレーライスと、それぞれにそばを組み合わせたセットメニューがどれも750円という圧倒的コスパで用意されています。黄色いメニュー表に目をやると、刺身定食、天ぷら定食、焼肉定食、とんかつ定食、ハンバーグ定食、焼き魚定食の典型的な定食屋メニューがずらりと隙間なく並んでいます。その下にはそば、うどんの部があり、天ざる、きつね、たぬき、肉などなど種類豊富で、僕に迷うという楽しみを与えてくれる。今回注文したのはお得なランチセット、ミニヒレカツ丼と盛りそばのセット。小ぶりながらも存在感のあるミニヒレカツ丼はまるで宝石のように輝く、卵と肉の層が積み重なり、ぬくもりある白米の上にそっと落ち着いている。その隣のそばはつつまやしかな竹炭に整然と盛り付けられ、艶やかな白銀の糸のようだ。それではそばからいただいてみたいと思います。冷たくしっかりと締まったそばは清冽でみずみずしい美しさをたたえている。それはまるで山間の清流が石をくり抜くように舌の上で優美に流れ、心地よい清涼感を口内に残す。ミニヒレカツ丼は箸でほぐれるほど柔らかく、癖のない味わいのお肉。熱々の卵とともに口に運ぶと、素朴ながらも深い満足感を呼び覚ます。一口ごとに玉ねぎのフレッシュな歯ごたえとカツの豊かな旨味が絶妙に溶け合い、日常のひとときを豊かな物語へと導く。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は、三里塚にある町の定食屋さん、豊見食堂さんになります。視聴者さんからは、三里塚にある
豊見食堂の紹介をお願いしますとのコメントをいただきました。お店は成田市三里塚五寮三里塚消防署の前にほど近く、県道106号の道路沿いにお店があります。お昼時、夕食時になると駐車場にたくさんの車が停まり、人気店だということが伺えます。夕闇に浮かぶ何の変哲もない飾らない建物、それでは店内に入ってみましょう。お店の外観をそのままに、何の飾り気もない店内に入ると、等間隔に並べられた二人掛けのテーブル席とカウンター席が用意されています。店内のテレビからはバラエティ番組の作ったような笑い声が響き、良い意味で田舎臭さを感じる町の食堂といった雰囲気です。今回は平日の19時ごろお邪魔しましたが、7割から8割ほどのお客さん、三里塚周辺の地元の老夫婦からお一人様の若者まで幅広い客層に人気のお店のようです。それではメニューを見てみましょう。まずは定食ものの生姜焼き、ニンニク焼きの焼肉メニュー、肉なす味噌炒め、豚のスタミナ焼き、サバの味噌煮、焼肉とレバー焼き、豚肉と卵炒め、肉野菜炒め、もつ煮込みの定食や定番のメニューが並んでいます。続いてエビフライ、ロースとんかつ、ヒレカツ、鶏の唐揚げ、チキンカツ、イカ、アジフライのフライもの、丼物はエビ天丼、ネギトロ丼、ロースカツ丼、親子丼が用意されています。隣のページにはそばとうどん、醤油ラーメン、カレーがラインナップされています。次のページにはセットメニューが用意され、そば、うどん、ラーメンの麺類1品と天丼、ネギトロ丼、チャーハン、カレーライスのご飯もの1品をセットにできるようです。今回注文したのは生姜焼きとニンニク焼きの2種類の焼肉が楽しめるミックス焼き定食。丸い大皿にはキャベツの千切りにマカロニサラダ、生姜だれとニンニクだれがたっぷり絡められた豚バラ肉、大盛り無料のこんもりと盛られたご飯、おしんこ、味噌汁、冷ややっこ、グレープフルーツのセットです。それではいただいてみたいと思います。一口噛みしめると口の中に広がるニンニクの芳醇な香り、醤油の旨味とニンニクの辛さが口いっぱいに広がる。もちろん白いライスとの相性抜群で、こんもりと盛られたご飯をわしわしとかき込む幸せ。豚バラ肉を噛みしめると油の甘みと旨味がじゅわっと広がり、ニンニクのパンチと濃厚な味わいが食欲を無限に刺激する。腹を満たし満足げな表情で店を出る人たちを横目に見ながら、僕はご飯に食らいつく。ボリューム満点、胃袋満タン。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ということで今回は成田市のおすすめの食堂を5つ紹介してみました。ボリューム満点、腹いっぱいになれる食堂から、何を食べても間違いない人気の食堂まで、美味しさとワクワクがあなたを待っているはずです。この動画を参考に足を運ぶきっかけになったら嬉しいです。他にもおすすめのお店がありましたらコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。